はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回はこのね、証明問題1問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと厳しいとか、特にあと証明問題なんて無理だよっていう方もいると思います。で、特にその証明とか無理だからいいって思ってる方は、ぜひこの後の説明聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。では行きましょう。で、まず今回この問題を、まあ、テスト対策で扱ってる理由を少し話させてください。まあ、証明問題、さっきも言ったように証明なんて無理っていう方いると思います。で、この問題実際証明の中では結構簡単な方に入ります。で、多分やってみて証明得意な方とかは、いや楽だなって思う方いたと思うんですけど、で、ぜひですね、証明、まあね、あと本編の方でかなり撮ってるので、今回は動画の概要欄と、あとはまあ動画の最後にもね、リンク貼っておきますので、そっちも見てほしいんですが、証明っていうのは定期テスト、高画テスト、テスト範囲に入った場合、多分2問か3問出ます、証明問題、大体の先生がね。で、証明問題って配点が高いんですよ、1問の配点が。で、そこを全部捨ててしまうとかなりきつくなるんですよね、特に今数学が苦手な方なんかにしてみると。でも実はその2問3問出てくるじゃないですか。その1問はかなり簡単なのが出てくるパターンが多いんです、定期テストっていうのは。で、それは取ってほしい。そうで、すごくそれを思ってるので、なんで今回一応説明もしますし、あとはその証明の、自分の証明の仕方っていう動画を撮ってるんですけど、それとかもね、証明が苦手な方ができるようになってほしいっていう願いを込めて頑張って撮ったものなので、よかったらそっちもね、ぜひ見てみてください。ごめんね、ちょっと前置き長くなりましたけど、じゃあ行きましょう。で、今回はシンプルにこの図なんですけど、まず過程ですね、最初に、与えられてる、大体がほにゃららの時の前の部分、だからここ。AB イコール CD、 ここの長さ一緒ですよって。あとは AB 平行 CD、 ここ平行ですよって。これが過程ってやつです。過程で、その時にこれを証明しなさいっていう。で、その示さなきゃいけないのは結論ですよね。これが結論で、これが過程だと。で、過程は基本的に自分がよく言うのは、証明の時に使っていいアイテムだよって。結論は最後に言いたいことだよっていうやつですね。じゃあまずこれ、大体がさ、証明っていうのはこの三角形とこの三角形の合同を証明して例が多いんですけど、まあ、今回それではないんです。ないんですけど、でも三角形の合同を示します。それを示すことによってここに持っていけるんでね。で、今回は三角形2個しかないから、この左と右のね。で、この2つの三角形についてやっていくと。で、まず証明を始めるときは、私は、僕は今からこの三角形とこの三角形について証明をやっていきますっていう宣言が必要になるので、それを書いていく。で、今回は左の三角形が、三角形、じゃあ AOB にしましょうか。AOB と三角形で、AOB、対応するのは、A は C を対応するんで、COD ですね。三角形 COD について、で、こういう、ついてとか、そういう細かい日本語と日本語とか言葉については、先生に合わせてください。自分はこうやって書きますけど、別にここが違うぐらい大丈夫です。ただし、宣言するときに、ここに合同マークを書いたら、絶対罰くらいます。すげえ優しい先生で、三角になるぐらい。俺は罰にします。ここ、合同にしたら。今から合同を示していきたいのに、最初から合同って書いたら、いや、終わってんじゃんってなるから、証明。いいね、ここはとにしてください。この三角形とこの三角形についてやっていきますよっていう宣言ね。で、アイテムが3つ欲しいんです、証明するときには。で、書いていく前に先に3つ決めちゃいましょう。で、今、まずこの AB と CD、長さが一緒ですよね。これアイテム1個目です。まあ、1書いてみました。アイテム1ね。で、あと2個。で、平行って書いてあったら、もうほぼほぼ錯覚を使います。平行の錯覚ね。で、よく自分は錯覚の Z とか、錯覚の逆 Z って言いますけど、まぁ、ちょっとこれ今横になってるんでね、見にくくなってるんですけど、例えば、こうやって、まぁ、横になってる Z だと思って、Z を書いた時に、そこの尖った部分、ここは錯覚だから同じになります。アイテム2個目ゲットね。錯覚だから。で、今度逆 Z 行きましょう。こっち。これも平行線だから、尖ってる部分、ここ。錯覚なんで同じです。つまりアイテム3つ目。平行の錯覚を使うことによって、アイテム2個ゲットできましたね、今回ね。
ってことで、アイテムが 1,2,3 揃いました。で、一組の辺とその両端の角が同じになってるんで、おっしゃ、これでアイテム3つ揃ったから、あとは角だけだと。いいね。なんかむやみに書き出すんではなくって、まず見つける。図でね。このアイテム3つ使おうって見つけてから、落ち着いて書いていく。じゃないと照明はね、迷ってしまうので、書きながらやってしまうとね。じゃ、書く順番は自由なんですが、行きましょう。まず1から行きましょう。で、1、この A、B と CD、なんで一緒なのって、いや、縦に書いてあったよっていう話なので、まず、縦より、縦に書いてあったでしょってことね。縦より、AB イコール CD で番号を振りましょう。1個目のアイテムね。で、次も、まあ、結局は平行だからっていう話なんだけど、でも、錯覚をちゃんと見つけたんですよってことが分かってほしいので、自分は錯覚よりって、書いちゃいます。ただ、先生によっては、ほにゃららの錯覚とか、例えば、AB 平行 CD の錯覚、この平行線の錯覚を見つけたんですよって、そこまで書かなきゃ減点だよっていう先生も見たことあるので、まあ、学校の、みんながね、受けてる学校の先生に合わせてほしいんですけど、自分はこれでもいいかなと思っちゃうんですが、もうこうやってやってきたんでね。まあ、錯覚より、まずこっちからいこうか。上ね。BAO、書くね。書く BAO、ここです。と、ここ。で、BAO って書いたから、DCO だね。対話させると。書く DCO。で、これが2個目だと。で、3個目のアイテムも結局同じ錯覚なので、もう一回錯覚よりって書かなくても、次の行に書いちゃえば、同じの使ってんだって分かりますので、次、ここ行きましょう。書く ABO ですね。書く ABO イコール、で、こう書いたから CDO。で、たまにですね、まあ、この図はね、まだシンプルだから、こう書くの、対応するの見つけるの簡単なんですけど、こうさ、ABO でどれ対応するんだろうって迷う方いらっしゃると思うんですよ。テストの時とかにも、普通に問題集でもね。で、これ対応するのちょっと見つけやすい方法があって、今、ABO ってやりましたよね、書く ABO。これ、元々のこの三角形、ごめんね、のとこ見ると、ABO って、まあ、左、右、真ん中じゃん。だから、同じように左、右、真ん中で書けばいい。CDO って。書けば、対応は絶対に当たる。ってやると、まあ、図で判断しなくても、ここのアルファベットで判断することもできます。ただし、最初のこのアルファベットの対応、AOB。で、それをさ、例えば間違って DOC とかで対応させちゃって、ここを最初から間違うと全部狂っちゃうんだけどね。だから、まあ、できれば、一回一回図を見てね、対応するのをこう考えながらやった方がいいんですけど、まあ、不安な方とかはこういう風に、まあ、問題でね、与えられてる時もあるので、そこでこう、まあ、左、右、真ん中だったら、こっちも左、右、真ん中みたいな。やれば、英語の対応はね、ずれることはないので、よかったら使ってみてください。で、アイテム3つ揃いましたと。で、アイテム3つ揃ったので、じゃあ、相似条件じゃない、ごめん。合同条件、書いていきましょう。で、番号ね、1,2,3。より、まだ入るよね。オッケーオッケー。より、ちょっと待ってね。一組の辺と、その、両端の角が、ここでいいか。それぞれ、等しいので、相似条件じゃまだ間違えちゃってごめん。合同条件ね、覚えるのめんどくさいなって思う方いると思うんですけど、合同条件3つは絶対に覚えてください。これを意地でも覚える。合同条件はね。で、こっち行きます。で、合同条件書きました。そしたら、この合同、最初に宣言したこの三角形、合同ですよって書いていいんで、三角形 AOB。ここで初めて合同マークを使っていいの。三角形、COD ですよって。で、もし、だいたいね、よく問題にある、これをね、証明しなさいって言ったら、これで終了です。これが結論だから。終わりっていう感じになるんですけど、今回はそのもう一歩先です。いいかな。で、まあ、ここで終わるパターンも多いけどね。で、合同って言いました。合同って言ったってことは何が言えたかっていうと、左の三角形と右の三角形ぴったり重なりますよって。合同だからね。ってことを言えましたって。で、今見てみると、AO と CO って、AO ってここの長さでしょ？ CO ってここでし
全く同じものって言ったんだから重なるに決まってるじゃん。長さも同じに決まってるでしょ。だからそれを言うの。でも、いや、長さ同じに決まってんじゃんとは書けないので、どう書くかっていうと、ここって重ねた時に対応するとこなんだよね。くっつくところ。だから、対応する。で、今 AO と CO って辺なので、辺より、もし角度の話だったら対応する角よりって書きます。で、対応する辺より、これね、重なるとこだから、AO イコール、しようと書いて、これで証明終了となります。で、この部分の書き方もね、ちょっと先生によって結構違ったりするんですよ。で、自分はこうやって書くタイプなんですが、これもね、学校の先生にまあ合わせてください。もしね、自分の書き方をしてしまって減点とか食らったらもったいないので、もし学校の先生とこうなんか違ってさ、でもこの書き方したいなって思う方は、先生に聞くといい。テスト前にちゃんと。こういう書き方しても罰、あと減点になりますかみたいな。不安だったらね。あ、ほんともったいないんで、そんな限定食らっちゃうと。まあ、ひとまず証明問題、こんな感じでやります。いいかな？で、おそらく、まあ、証明が嫌いな方とかね、ここまで聞いてくれた方いらっしゃると思うんですけど、それでも嫌だなと思う気持ちもあると思います。でも、ほんと自分のね、勝手な思いになっちゃうんですが、証明問題、特に定期テストの簡単な問題、数学が苦手な方だからこそ取ってほしいの。ってすごく思ってて、自分は。実際指導してる時も絶対取らせてたもん。どんなに苦手でも一番簡単な証明だけはって思って、撮った動画、これもねそういう思いで撮りましたけど、本編の方の証明の仕方とか証明チャレンジシリーズ、証明の問題いっぱい撮ってるんですけど、シリーズもそういう思いで撮りましたので、ぜひシンプルな証明の問題だけは解けるようになってくれたら嬉しいです。では今回はね、この証明問題やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。証明うるさいよって思うかもしれないんですけど、まあ本編で言った通りの思いです。はい。ぜひね、撮ってほしいと思ってますので、今パソコンの方しか表示されてないと思うんですけど、今回は概要欄の方にも、証明の仕方のリンク貼っておきますので、よかったら一回見てみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。